他のことをね、ちょっと私一味違うんですよと、この溝端淳平君によります。ちょっと猫目にしました。悪魔っぽくハロウィン感も上がって友達とかもできるかもしれない。魔界からやってきました椎名ピカリ2万1000歳です。よろしくお願いいたします。今宵は人間界の皆様にハロウィンデビルメイクを伝授したいと思います。もうすぐハロウィンですのでね、ぜひぜひこのピカリン様のメイクをお手本にしていただければ嬉しいなと思います。お手本にしてくれないと貴様の目玉を食べてしまうぞ。カラコンは赤と白です。ハロウィンの日ってやっぱいろんな目をしてくる人がいると思うんですけど、こうやってバイカラーにすることによって他のことをね、ちょっと私は一味違うんですよというものができます。ちなみに一個一個で最近は売ってるやつとかもあるので結構買いやすいです。ハロウィンなのでですね、結構不気味にしたくて紫です。紫を使うと不気味な発色になります。これはですね、最近流行りの病的なメイクとかしたい時とか、ハロウィンの日もちろんなんですけど、すごく役立ちます。粉の白塗りのやつよりスティックを持ってるとすごく馴染みがいいですね。白浮きしすぎないで非常に使いやすいやつ。続いてベビーパウダーです。こちらもね、ハロウィンなので今日は黒いパフパフでやったんですけど、可愛いやつでやってるとハロウィン感も上がって友達にも貸してとか言ってもらえたりして友達とかもできるかもしれない。友達じゃない人が貸してって言ってくるかもしれないですね。そしたら友達も増えるし、あとね、こういうの最近どこに売ってんだろうな、ジャスコとかネットうん、まあでもその辺に結構売ってると思いますので、皆さんもたまにはパフを変えたいとか思ったりしたらぜひぜひこういうの買ってみてはいかがでしょうか。そして次がアイシャドウエチュードハウス。紫のアイシャドウでまずラメ入りのアイシャドウなんですけども全部を塗ります。まあ、イメージ的にはティアラバのかなとくんというか、まあ、落とし穴みたいな感じで塗っていく、ブラックホールみたいな感じで塗っていく感じです。で次がまたアイシャドウなんですけど、真ん中の茶色をここに塗りますね。この溝端淳平君に塗ります。この溝端淳平君にそして青を眉毛の下に塗ります。でちょっとハイライト代わりという感じですね。さらに青をノーズシャドウとして使います。病弱な色を出したい時は茶色よりもこういうグレーとかでノーズシャドウを入れた方が健康的にならないです。でもこういう色って見つけるのが難しいので、アナスイさんのこれは非常に浮きすぎずいい色だなと思います。で次がね、光の大好きの真逆なキキララちゃんのアイライナーで、今回はちょっと目尻をちょっと猫目にしました。悪魔続いてこちらです。こちらのね、色を使いまして眉毛を描きます。ちょっと怒り目みたいな、ちょっとツンですかね、若干上げるように描くと小悪魔感が増します。そして次がまたこちら魔界の物販で売っております魔界のタトゥーシールなんですけど、ここにあった血をね、ここに今やりました。すごい、これ本当にリアル。しかもお風呂に入っても洗えば落ちるけど、多分普通に入ったらこのままで入れるんですよ。だから強い、レベル高いタトゥーシール、本当いろんなところにつけれるから、この歯型とかもね、すごいね、使えそうですよね、バンパイアで。この眼球とかもなんか多分この辺とかにやったら眼球を舐めてる風とかにもできると思うし、非常に使いどころの満載なタトゥーシールだと思います。こちらはですね、渋谷のロフトの地下で買いました。結構ね、魔界のライブでこのコウモリくんはよく使うんだけど、おばけくんはね、全然ダセーと思ってあんま使ってなかったんですけど、やっぱハロウィンはおばけも使えるからね、まあ、ハロウィン終わったら使わなくなっちゃうからね、おばけをたくさん使ってあげよう。黒のアイシャドウです。ビューティーシャドウライナー。こちらで黒い方だけを使って、本当にもう結構、カッカさんまではいかないけれども、それぐらいいけるぐらいの勢いですごく濃く描きます。上も下も。7をイメージして描いてください。で、こちらがね、魔女魔女の、これアイシャドウじゃーんと思った人もいるかと思うんですが、アイシャドウなんですよ。アイシャドウなんだけど、粉チークとアイシャドウも正直、成分的には変わらないので、チークと書いてあるから、頬に塗らないといけないってわけではなくて、そのアイシャドウだから目だけにしか塗れないというわけではなくて、全然、ほっぺにも大丈夫です。ちょうどですね、この色が、このなんというかね、この紅というかね、朱色みたいな、真っ赤すぎない、この赤がいいなと思ったので、目の下にやるとともに、スイカみたいな形をイメージして、今、いつもチーク塗ってるよりも、かなり幅を広めに塗ります。こちら、ラストリップ。これはね、アトムだったんですけど、顔がなくなったアトムくんを塗ります。普通に塗る感じですかね。新大久保でこれも買いました。500円ぐらいで売ってました。髪の毛はツインテールしても可愛いと思いますし、三つ編みとかしても可愛いと思いますし、下ろしてても可愛いと思います。光はアイロンしました。ストレートアイロンしました。次がですね、これ中に針金が入ってるので、結構形が変えられます。自分の好みの形にね、できます。あとはですね、ここに今リボンを結んでるんですけど、本当はね、もっと長いんですよ。これぐらい長いので、今、ピカリンはちょっと自分好みに切りました。なので皆さんもぜひね、このままロングにしても非常になんか二次元チックで可愛らしいし、切っても可愛いし、これをこうなくして、こう後ろ側にね、しても、可愛いと思いますので、前にある人はちょっと、前にあったら恥ずかしいよっていう人は、後ろ側にやっても非常に可愛いと思いますので、これは非常に使い方がたくさんあります。10月31日、渋谷 WWW で椎名ピカリン魔界のハロウィンパーティーライブをいたします。アイドルとその他にもビジュアル系のバンドだったりとか出る楽しいハロウィンパーティーになっておりますので、ぜひぜひ皆さん、女の子も男の子も魔界男子も魔界女子もみんなでね、素敵な魔界の夜を過ごしましょう。待ってます。ハロウィンデビルメイクどうでしたでしょうか。まあ一番のこだわりポイントはヘッドドレスなんですけど、羽もついてるし、メイドさん風になってるし、つけるとその辺の仮想コスチューム似たようなやつらよりも何兆倍も可愛くなれます。あとメイクですね。白と赤をつけました。ハロウィンの日って赤いカラコンとかつけてる方多いと思うんですけど、こうやってバイカラーにすることによって、お供とね、差がつけれちゃいます。この服はですね、ただいま、ドンキホーテさんで絶賛ね、発売中の、ピカリンプロデュースのですね、スイートデビルの小悪魔、デビルの服なんですけど、ぜひぜひこれもね、生地もベルベットになっていまして、ヘッドドレスもね、クオリティの高い素材になっております。コスプレならではの、サイズが大きいとか、生地が安っぽいとか、透けちゃうとか、そういう悩みとかを全部解消した、素晴らしいハイクオリティのコスプレのコスチュームになっておりますので、ぜひぜひ、コスプレするときは、今年はスイートデビルでコスプレしていただけたらなと思います。その他にもたくさんコスプレ動画などを載せておりますので、ぜひぜひ皆さん、そちらの方も、チェックしてねー。こんにちは、魔界。魔界からやってきました。椎名ピカリン21000歳です。よろしくお願いいたします。というわけで、今回はですね、人間界の皆様に魔界のアイドルメイクを伝授したいと思います。それでは、用意、スタート。カラコンは、倖田來未さんのラブエールを装着しました。ちょっとグレーっぽい色なんですけど、つけてみると、奥の深いような瞳になりまして、すごく最近また、気に入ってます。最近日も強く出てくるようになったので、ジバンシーの日焼け止めの入った CC クリームです。やっぱ CC クリームはいろんなやつが入ってるし、日焼け止めも防げるし、いいと思う。